はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。今回はついに発表されましたね、コールオブデューティーモダンウォーフェア、COD2019 年についての情報をね、ちょっと動画でまとめて、で、後半の方では、その、最新のね、トレーラーを、ちょっとじっくりね、見て考察していきたいと思います。発表前からね、今回はモダンウォーフェア4ではなく、モダンウォーフェアをリブートする、まあ、作り直すってことで、まあ、そういう噂がね流れてたんですけど、まあ、噂通りみたいですね。見た感じかなりバリバリのもう現代戦っぽいので、僕はかなり期待してます、これは。今回発表された内容はね、あの、キャンペーンの、ムービーのみだったので、その、詳しいプレイ、動画も出てないから、そのゲームの詳細はね、正直わからないんですけど、まあ、今回の発表で一番大きいなと自分的に思ったのはクロスプレイ対応ですかね。で、このクロスプレイ対応をね、ちょっと勘違いしてる方が結構多いみたいなんですけど、PS4、Xbox、PC、クロスプレイ対応って書いてあるんですが、クロスプレイってのは別の機種のフレンドの人とパーティーを組んで初めて、そのね、サーバーに行けるっていうやつなんですよ。だから、例えば、PS4 の人が PC のフレンドとパーティーを組むと PC のサーバーに行けるよっていうことなんですね。なんで、普段の、まあ、一人で行く、まあ、ランクマッチとかは PS4 の人は PS4 のサーバーに行きますよっていうことですね。なんか、それを勘違いしちゃって、普段のこのマルチプレイにも PC の人が来るみたいな風に勘違いしてしまってる方がいるんですが、まあ、フォートナイトみたいにね、そういうことはありませんよと。で、その Xbox と PS4 についてなんですけど、まあ、ここに書いてあるのは、まあ、コンソールの人が、まあ、PC とはね、パーティーを組んだ時しかマッチングしませんよって、まあ、PC とね、PC のそのマウスキーボードに駆られることありませんよって言ってるんですけど、この言い方だと、Xbox とPS4 の人は、まあ普段のマルチプレイでも、まあ、マッチングするよっていう言い方をしてるんですね。なんだけど、正直まだ情報がこれ以上出てないんで、まあ正直な詳細はわからない。僕は昔 Xbox でプレイしてたんで、まあ普段のね、このマルチプレイも PS4 と Xbox のサーバーがまあ一緒だったら僕は個人的に嬉しいなって思ってます。まあそんな感じで今日もね、あの、Call of Duty News のチャーリー・インテルさんにお世話になりながら、ちょっとね、情報を軽くね、まとめていこうかなと思います。で、今回、あれですね、追加マップ無料ですよって、これは嬉しいね。あの、もう DLC マップ入れた人と入れてない人でこうマッチングに差があるなんてこともないし、これはかなり嬉しいね。ユーザーに優しくなりましたね。で、他にね、気になるのは、まあ、キャンペーンは今までのストーリーじゃなくて、もう一からだとかなんですけど、まあ、このあれかな、これかな、合ってるかな、ニューエンジンって書いてあったかな、これだったっけな、これか、こっちか。ニューエンジンってことで、もう、エンジンがね、今までと全く違うらしいです。らしい。でもまあ、コールオブデューティってね、発表の時に毎回新しいエンジンって言ってるんで、正直、わからないんだけど、まあ、トレーラー見た感じ、かなりグラフィックが上がってますよね。で、まあ、記事見ると結構グラフィックについてのね、説明が多いんですよね。なんか爆発がとか、その描写がとか、リアリティがっていうこと言ってて、まあグラフィック面はかなり上がってるんじゃないかなっていう、まあそうなると結構初期型 PS4 とかかなり辛いんじゃないかなと思うんですよね。まあ、現状 BO4 ですら初期型 PS4 はフレームレートがね厳しかったり画質も厳しかったりしてるんで、次回作さらに厳しくなるんじゃないかなと思います。まあ、このニューエンジンによって操作性とかね、その辺がどういう風に変わってるかは現状わからないですね。まあ、そして今回はマルチプレイ、コープと、あとキャンペーンの3つのモードらしいんですが、そのバトロワに関しての質問、その開発者にバトロワに関しての質問をしたら、ノーコメントだったな。あの、返答してくれなかったらしいんですよ。だからバトロワが一切ないよとも言ってないし、あるよとも言ってないんですよね。だから、もしかしたらあるかもしれない。後々来るかもしれない、みたいな。あ、ここにありましたね。チャーリー・インテルさんがアクティビジョンにバトロワはね、来るのかどうか聞いたときは、まあ、質問拒否ってことで、質問に答えてくれなかったらしいですね。これは、どういう意味なんでしょうかね。バトロワがね、ないならないって別に言えると思うんですけど、言わないってことは、もしかしたら来るのかな、どうなのかな。で、今回ね、価格が結構良心的だなと思ったんですけど、スタンダードエディションが59ドル、なんかエディションがいろいろあって、一番高いのでも99ドルってことで、うん、結構優しいね。優しいですね。まあ、最近の BO4 の、
やつとか、僕も一番高いのを買ったかな。1万4000円とか5000円とかしたんで、それに比べると結構優しくなりましたね。で、次もこれは PS4 がまあ優先っぽいですね。PS4 の方が追加要素とかはちょっと早めにリリースされるよってことみたいですね。はい、というわけで、実際のトレーラーをね、ちょっとじっくり見ようかなと思います。ちょっとこのやり方はね、天下のアリエさんがね、YouTube 動画でやってたんで、ちょっと僕もね、やってみようかと思って。さあ、見ていきましょう。まあ、今回はね、キャンペーンの映像だけだったんでね、ちょっとマルチのプレイ動画が一切なかったのが、ちょっと寂しいかなって思いましたね。もう少し見せてもらってもいいんじゃないかなと思ったんですけど。さあ、もうこの時点で結構ね、武器が映ってるんですけど、これは、なんだろうね、僕、ミリタリー系詳しくないから、ちょっとわからないんだけど、なんか、MP5 のように見えるけど、なんか違う気がする、多分。で、これはおなじみの、モダンフェアのプライス帯だよね、多分。ブラバー6、ゴインダーク。で、暗視ゴーグル。暗視ゴーグルは、あれですね。COD4 の時にありましたね。これは MP5、これ MP5 だ。MP5。いや、嬉しいな。いや、ついに、現代銃が、実銃が、使えるのかな？壁を壊して、まあ、壁を壊す系は多分、キャンペーンとかそういうのだけだと思うんだけど。ここも、なんか武器が映ってるけど、ちょっとはっきりわからない。これは何だろうね、この銃。さあ、ここね、ファマスが映ってますね。ちょっと画質悪いけど。いやー、ファマス来たねー。モダン2以来？あれ？いつ以来だ？モダン3あったっけ？いやー、これは嬉しいなー。この過去作やってた人にとってはもう感動もんですね。で、ここなんですけど、まあ、キャンペーンの映像だからマルチでどうかは正直わからないけど、この動作がすごく、リーン？この覗き込み動作？リーンっぽいですよね、すごく。ほら。リーンじゃないかな。これ、ほら。これリーンだと思うんですよね。リーンは COD はゴーストの時にちょっとあったんだけど、まあ、あんまり使う人いなかったかな。COD はね、今までそんなリーンは、こうがっつりね、ゲーム要素として入ってくることはあんまなかったんだけど、すごくこれリーンっぽいですよね。まあこういうこの辺のまあ炎とか砂ぼこりとか、まあニューエンジンを使ってるせいなのか、かなりまあ綺麗に見えるっちゃ見える。映画みたいだね、この辺は。これは、まあ、キャンペーンのムービーとかだろうけど、なんかコープにもこういう要素ありそうですよね。なんかダウンした味方をこう、引っ張る的な。ここ COD4 のマップにちょっと似てる。なんか今回はね、そのマップ制作に、まあ、COD4 の時のマップを作ったスタッフがいるみたいなんで、かなりね、マップを期待してるんですよね。この辺、なんか武器、めっちゃ武器が気になるんだよ、なんか。これはなんだ？なんか AK っぽいような気がする。AK じゃないか、さすがに。なんだろう。ちょっとぼやけててわからないね。あ、ここに、AK なのかな？ちょっとミリタリー系詳しくないから、わからないけど。なんか、マルチでも毒ガスありそうですね、これ。なんか BO1 の時とかあったんで、全然ありそうですわ、ここは、これは。なんかこういう形の武器も全部 M4 に見えちゃうんだよ。にわかだから。はい、というわけでお疲れ様でした。今回はキャンペーンのムービーだけだったんでね、本当詳しいマルチプレイの動画とかがないので、実際どうなるのかはちょっとやっぱり気になりますよね。もう少し見せてくれてもよかったんじゃないかなと思うんですけど、まあその新しいエンジンを使った COD のマルチプレイがどう変わるのか、操作感が特に僕は気になるかな。やっぱりこうグラフィックとかなんか上がっていくと動作もなんかリアル系寄りになっちゃうような僕イメージがあるんで、
そういうのは COD にはちょっと僕は求めてないかなと思ってるんですけど、はい、てなわけで、まあ、今回はね、クロスプレイについて勘違いされてる方が多かったんで、それについてね、あ、クロスプレイってこういうことなんだって分かってくれたらね、嬉しいです。ぜひ、グッドボタンとお願いします。そして、前回あげたルークとのね、コラボ動画、かなりね、僕的に面白い内容になってるんで、まだ見てない方がいたら、今回のね、動画のエンディングで、その動画に飛べるので、ぜひチェックしてみてください。というわけでお疲れ様でした。またね、COD の新しい情報があったら動画にしたいと思うので、ぜひチャンネル登録ね、お忘れずに。というわけで、お疲れ様です。